大学の期末試験、800人の学生が緊張で息を呑む中、教授が時計を睨みつけながら宣言した。試験時間は2時間だ。1秒でも遅れたら答案は受け取らない。教授の言葉で教室内の空気は一層重くなった。試験が始まって30分、息を切らせて教室に駆け込む遅刻生が一人。もう最後までやる時間はないと思うがね。いえ、やります。彼は問題用紙を受け取り、席についてすぐに試験に取り組み始めた。1時間半後、教授が試験の終了を告げると学生たちは一斉に答案を提出し始めた。しかし遅刻した学生はまだ書き続けている。終了から30分後、彼はついに答案を携えて教授の元へ向かった。ダメだ、時間切れだ、受け取れない。学生は諦めずに立ち向かう。先生は私が誰だかご存知ですか？知らないね、それがどうした？先生は私が誰だか本当にご存知ないのですね。学生は再度繰り返して確認した。知らんね、関係ないだろう。学生はその答えを受け、答案用紙の山をさっと持ち上げ、素早く自分の答案用紙をその中ほどに差し込んで教室を出て行った。